今まで一つでもなくせないものってあったかな。今まで一つでも手に入れたものってあったかな。どうかちょっといいですか。あの聞いて LINE 送らないで今下川 LINE 送らないでちらつくからすいませんやり直します。はい今まで一つでもなくせないものってあったかな。今まで一つでも手に入れたものってあったかな。どうか無意味なものにならないでね。今すごい意味のあるものになってね。あの人がそばにいないあなた
すいませんでした。最初ちょっと MC で何言うか考えてなかったんですけど、それちょっと下川くん更新すると結構チラチラこう動くのが見えて聞いてって思いました。いやだってカイくんが気になってたから。あ、本当にトイレ行ったらしたもん、ね、そう、トイレ行きたかったからカイくん。聞いてなかったのかな。聞いてる聞いてる聞いてる、歌っとるやんけ。私たちは仕事もろもろで東京に行った女子が4人いたので、そういえば春の定期音楽祭にガールズバンドはなかったですよね。あっただよね。ということで新しい試みを、最近小原さんもよく新しい試みだって言ってるんで、ガールズバンドで特攻しようということで結成されるバンドです。ちょっと最初はしんみりな曲だったんですけど、2曲目と3曲目はもうちょっと明るい曲でいきます。皆さんは社会の荒波と戦われていると思いますが、我々も社会の荒波と戦っているということで戦う系の曲を歌います。今から戦う女の歌を歌います。首相してみた。私の好きなアベマです。Yeah.
じゃあここで MC に困った時の質問タイムということで、今日は下川くんから東京に関する質問をいただきたいと思います。結構豊洲問題除く、東京について知りたいことがあったら何でも聞いてください。東京オリンピックの準備は順調ですか？ちょっと弊社スポンサーじゃないんでよくわかりません。いや後ろにもいるじゃん。後ろどうですか、順調ですか？川子さんは聞いてませんでした。すいません、人の話聞いてねえな。あと何の話？あ、ギターの音がいいって。へえ、ほんと？歌めっちゃうまいやんって言って。歌もうまいって。元気結構1分ぐらいズレがあるからね。すぐじゃあ私が歌ってる時に元気言ってもらえるんですね。マリエのギターがマリエのギターめっちゃいい。マリエのギターがいい。また確執が生まれるから、あんまり中村くんについては触れないようにして。そんな感じで、まだまだ私たちも一番組でこの後残り5番と出ると思うんですけど、皆さん2日目ということで昨日よりお疲れかもしれないですが、今日までということでさらにどんどん盛り上がっていってください。盛り上がってくれるかな。いいと思うじゃないかね。盛り上がってくれるかな。はい、東京じゃないからね。じゃあ最後の曲聴いてか。今日は何曜日ですか？日曜日。今日は晴れてますか？はい。晴れを英語で？やべ、サニー。じゃあ晴れてる日は英語で？サニーで。今日何曜日？サンデー。イエーイ、聴いてください、サニーデーサンデー。